ローラ・ビクトリア・アルバートはアメリカ合衆国の小説家、ニューヨーク市出身。2000年代にアメリカでベストセラーとなった小説、サラ、神に背いた少年の著者。同書は JT リロイなる人物の自伝とされ、著者もリロイ名義だが、実際には同書はフィクションであり、リロイもローラの創作した架空の人物である。ローラは作家志望であった頃、 男性同性愛をテーマとした小説を執筆していたが売り込みに難航したため恋人のジェフリー・ヌープの発案をもとに小説を JT リロイなる少年の次元と偽った。これが功を奏し、その小説は同性愛作品で知られる作家のデニス・クーパーから評価され出版の運びとなった。出版社との打ち合わせにはリロイ本人の出席が必要だったが、ローラは 大役の少年を金で雇って、共に打ち合わせに出席。リロイを麻薬中毒の上に、HIV 感染者のホームレスと偽り、ローラは、その保護者として、代理を務め、打ち合わせを進めることに成功した。1999年、JT リロイとしての処女小説、サラが出版。著者の実体験に基づいて書かれた小説として、大ヒットし、マドンナ、コートニーラブ、 ウィノナライダーといった著名な芸能人たちの支持を得るまでに至った。ヒットに伴い取材の必要が生じた際には、ローラはジェフリーの妹のサバンナを変装させて、リロイ役に仕立て上げ、やはりローラがリロイの代理として会見場に同席し、取材に応じていた。2004年には、第2作、ザ・ハート・イズ・リジート・ファル・ア・バーブ・オール・シングスが映画化されて、話題作となり、ローラは、 莫大な収入により高級な生活を送ることができた。リロイの報道においては、ローラはリロイを保護した社会福祉士であり、リロイが初めて共感できた人物という設定であった。やがて2005年、リロイを会議していた新聞記者がサバンナの勤務先のウェブサイトを閲覧し、サバンナがリロイの代役であったことを突き止めた。翌2006年1月、リロイが ローラの創作物であるとの記事がニューヨークタイムズに掲載され、全米中を騙し続けたリロイ伝説は崩壊に至った。その後、ローラは罪にとらわれることはなく、本名名名義での小説執筆を進めている。一方で、ローラと共にリロイ創作に携わったジェフリーは、この事件自体の映画化を進め、ワインスタインカンパニーにより映画化される予定である。ありがとうございます。